ースポケット。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画リポーです。ワンホースポケット始めていきましょう。ごきげんよう。ごきげんよう、いいですね。私は喜多方くるみ、よろしくね。はい、ということで、前回は、クタノマレーですね。こちら発生させました。最後こそ伸びきれなかったですが、素晴らしい戦いで20勝、2億円上げることができました。出走予定ですね。サニブラウン方が上なのか。これでも予選反対ですから、そういえば強いですよね。こちらは全部 SS なんで、イベント開催中よ。早速生産していきましょう。いくらでもある。いい配合ね。待つかしら、ね、いい配合ね。型だったか形実型。これはダメだわ。すごいな、ウルトラバイアリータフ。いい配合ね。ウルトラレアとか堅実型。これはダメだわ。いい配合ね。これはダメだわ。いい配合ね。待つかしら。待つかしら。これはダメだわ。待つかしら。待つかしら。これはダメだわ。待つかしら。いい配合ね。ウルトラレアで行ってみて。これはダメだわ。となると。ダレアラビア。いい配合ね。ダレアラビアンですよ。すごいね、夢がある。いい配合ね。持っているキャブ券でまだウルトラレアってないんですよね、多分。いい配合ね。この辺は貯めていかないといけない。今回フレンドを貯めましょう。待つかしら。これはダメだわ。待つかしら。いい配合ね。いいですね。しかし、これはダメだわ。ネジがね。いい配合ね。待つかしら。ネジが溜まっている。待つかしら。これはダメだわ。いい配合ね。これはダメだわ。これはダメだわ。いい配合ね。ダレアラビアンで行ってみましょう。すごい。竹の中を。この後どうなる？おお。モミジの中を先頭歩いてますね。まだなんかある？何これ？ああ。あれか、雷雨の中を。みんなに頬を押すか。元気いっぱいね。
ラビアンだからな。アラビアン。まあ、素直にアラビアンで行きます。型のアラビアン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 。あ、これが一番いいですね。型のアラビアン。型のアラビアン。次行きましょう。型のアラビアン。さあ、投票ご覧のようになっております。デビューは遅いんですね。気合い入れていくわよ。そうですか。まあでも新馬戦なんで、そう、あの今日てらったレースをしない方がいいです。この子なら心配ないわ。お次は起きた。1.2倍。ただいまより投票受付を開始します。これ期待できそうですね。ぐるぐるですしね。いや本当にこれは楽しみです。各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは雪景色が先手を取りました。外から1頭11番ライブアワー、8番ボギリブレイブ、これが注目の馬。12番カタノアラビアン、鞍上は竹豊、そしてその後ろからドキメキハーバー、内から1頭3番ササハッピー、それから足毛の馬体江戸の奇跡でありますひらめきワンダーがそのうちにいます。それから4番自然ドリーム、本郷諸島もその外スーッとガリバーキャップが上がっていきました。内を通って1番天竜王、もう一度先頭から順番に参りますと、これが先頭ライブアワー、雪景色モミジブレイブがその後ろ、そして外からは型のアラビアン、それからもう一頭10番ドキメキハーガー、内を通りましてササハッピー、外を通りまして江戸の奇跡ひらめきワンダーが並んでいっています。4番自然ドリーム、そしてその後ろからガリバーキャップ、天竜王がこれを見るようにしていっています。さあ第4コーナーを回って府中の長い直線、先頭行くのは11番ライドアワー。さあ先頭はライドアワーが伸ばしんリード、11番ライドアワーがまだ粘っている。さあこのまま逃げ切ってしまうのか、怖い馬が来た。12番パパノアラビアンが外からはパパノアラビアン、パパノアラビアンが差を詰めてきた。ライドアワーが抜け出した。パパノアラビアン一気にかわし先頭に立った。こんなに強いのか、パパノアラビアン、パパノアラビアン完全に先頭。パパノアラビアン新馬戦を見事勝利で飾りました。華々しいデビューが決まります。そうでした。よく頑張ったわね。一着芝の上手ですね。おめでとう。とダートの1400位出すのが俺の個数戦のやり方。これ勝ったらすごいですよ。ただいまより投票受付を開始します。自信も薄いですね。でもグリグリです。さあ12頭のゲートインが完了しました。体制完了。ゲートが開いた。まずまずのスタートかと思います。先行するのは何か。先頭に立ったのはキャベツフェアリー、そして2番手にデルタグラスも、5番レンゲビクトリーが上がってまいりました。カタノアラビアン、カリオンシャフルがその後ろ、シーザーファイブ、外を通って七色コスモス、
まもなく第3コーナー短行距離からそのうちにいます。そしてその後ろからオアシスパサー外を通りましてレフカメロン、それからもう一歩さあ4コーナー5番レンゲビクトリーが先頭です。府中のスタンドが揺れています。カタノアラビアンが4番手、ツアー先頭はレンゲビクトリーが2馬身リード、5番レンゲビクトリーがまだ粘っている、2番手にキャベツケアリー、外から懸命にキャベツケアリー、レンゲビクトリーが抜け出した。カタノアラビアンここで先頭に躍り出る。アリオンシャトルが2番手、カタノアラビアンが完全に抜けた。キグランドオンも差を詰めてきている。カタノアラビアン、カタノアラビアンが1着、あとは写真です。強さ持ってるからね。いいわね。担当さんが悪くないですね。すごい。じゃあ芝の1200だったらどうなのか。スターホースポケット。おお、調子が悪くない。スターホースポケット、アラビアンっていうのはどういう地かわからないんですよね。芝のクラシックじゃないかなと思うんですけど。勝てるかしら。1.8 倍。ただいまより投票受付を開始します。通知が。トリは果たしてどうなのか。忙しいレースになりそうですが。予定終わりました。体制完了。2.4 分。切りました。12頭まずまずのスタートといったところであります。果たして何が行くのでありましょうか。3番カタノアラビアンが先頭に立ちました。リミテッドラピッド、ぐん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 上がってまいります。4番ディアーロード、12番ブライティスト、内から1頭、7番ブライティアパワー、その外からはアレグロビート、それからもう1頭9番スノーオンザピーク、シャルブロア、それから6番トライアゴールド、そしてその後ろから2番シャスビリディス、外を通りまして8番ファンシック。一塊になりまして第4コーナーをカーブ。先頭行くのは10番リミテッドラピッド、抜けた抜けた。3番カタノアラビアン、リアーロード懸命に追う。3番カタノアラビアンがまだ粘っている。リミテッドラピッドが2番手、3番カタノアラビアン抜きそうだ。最後はやっぱりこの2頭か。1着カタノアラビアン。これはそこすごい強さ感じますよね。なかなかやるじゃない。なかなかいい。1着、3番、2着、なかなかやるじゃない。無敗の3連勝なんかこの子にとっては伝説の助走に過ぎないわって言ってます。東京パートナーです。慎重に決めないとね。ってどうなってんですかね。何かよ。500キロがベストですね。まあでもまだ早い。やっぱり出るのは宝塚。岡部さん。
クエスト達成よ。クエスト達成よ。イベント開催中よ。気合い十分ね。嬉しそうね。クエスト達成よ。イベント開催中よ。レース今週はレースがあるわね。おお、おパパは長距離ましたね。いい感じだわ。これはそんなに良くない。悪くはないけどね。プラス4キロ。の方求められるかな。こっちこれだな。いいか何かよ。ミスは状態。中距離ってのは気になりますね。中距離ってマイルに近いですからね。2200微妙に長いかも。イベント開催中よ。さあ、あとは雨っていうのも気になります。2番人気ね。2番人気はじゃあただいまより投票受付を開始します。いきなりぶつかるってすごいな。でもそれとそんなに差のない2番人気はすごいです。本当神話目指しですよね。これがマックイーン。強いです。強すぎます。武豊と岡部幸雄は対決になるのか。全国の競馬ファンの熱い視線が注がれています。宝塚記念まもなくスタートであります。今年もあなたのそして私の夢が走ります。あなたの夢はメジロマックイーンカライアンカストーンか、私の夢はマンブーです。果たして先頭に行くのは。ホワイトストーンが先手を取りました。それからイーデサターン、外から1頭表裏天竜、これが1番人気のメジロマックイーン。武豊騎手、この手応えはどうか。そして5番手にタイムウール、それから大隅島台、その後ろでやりましょうか。3番パタマーラビアン、外を通りまして7番メジロライアン、それからもう1頭8番ミスターアシカレノン。第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナーその後ろ3馬身くらいあって、イーデセゾン、4番バンブーメモリー、これがしんがりであります。もう一度整理しましょうか。依然先頭6番ホワイトストーン、5番イーデサターン、その外に表裏天竜、メジロマックイーンはこの辺り、そしてその後ろから1番タイーイーグル、それから11番大隅車台、その内からはカタノアラピアン、7番メジロライアンがこれを追う展開になりました。ミスターシプレドンがそのうちにいます。2番イーデセゾン、ポツンと離れてバンブーメモリーがしんがりから行っております。先頭ホワイトストーンわずかにリードしている。そして内からはイーデサターン、その外9番勝利天竜、
さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。先頭行くのは6番ホワイトストーン、赤のアラビアンが間から来ている。内が飛んだ安田とアイリグ。さあ先頭はホワイトストーンが一馬身リード、メジロライアン懸命に追う。外をついてメジロライアンが来ている。先頭竹豊とメジロマッキン、外をついてメジロライアンが来ている。並んだ大分けシーレースになります。馬が戻ってきたわ。いい感じだわ。嬉しそうね。何か用？農園で収穫できるわよ。はい、というわけでいよいよカタナアラビアンデビューとなりました。少し不安の残る宝塚記念だったんですが、果たしてこの後巻き返し、図っていきたいと思います。よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。